はい、アラフォーシバンセルです。今日はね、滋賀県米原市のとある場所に来ております。それでね、今からねこんな感じでバーベキュー大会が開催されます。いいでしょう。これはね、飛騨牛の英語ランクですかね。はい、ということで、これ絶対美味しいやつですよね、吉さん。美味しそうですよね。ですよね。生でもいけるらしい。やってみて。さあ、これをね、段取りしていただいた方は、本日のゲスト、ゆきのすけさんになります。どうも、はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。ちょっとね、これでちょっと親睦を深めつつ、はい、美味しくいただきたいと思います。はい、今ね、ちょっと吉さんは準備中のため、ちょっと顔出し NG になっております。ということでね、後でね、登場していただけるんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。せーの、アラホーシーマーセル。さあ、いただきましょうか。いただきます。めっちゃ美味しいです。柔らかい柔らかい。今まで食レポとかやったことないんで。ですね、ゆきのすけさんはすごく交友関係が広くてですね、毎年こういう格好でね、ご自宅でゴールデンウィークの期間中に、バーベキューを開催されるそうで、でもういろんなね、遠方から、例えば福井、それから岡山、東京といったね、もう本当いろんな場所から雪之助さんを頼って、会いにやってくるというふうにね、聞いております。アラフォーシバンセル、ダイエット期間中ですが、これはこれ、それはそれでいきたいと思います。お前ね。はい、アラフォーシバンセルです。実は音声トラブルでインタビューの内容が全て飛びまして、映像のみとなりました。ここからは記憶を頼りにですね、私のナレーションにてご案内したいと思います。さて、この撮影場所なんかシュールで良いと思いません？3人でね、バスはいつ来るんだろうね、なんか言ったりして、あ、ちょっと普通に喋りますね。ちなみにですね、こちらはスクールバスの停留所で、今は夏休みということで問題ないことを確認して撮影しております。それではですね、本題に入っていきましょう。まず場所の説明ですが、滋賀県米原市になります。ちょうど伊吹山のふもとになります。今回ご出演いただいたのはお二人、画面右側に3人映っているのがお分かりだと思いますが、左から吉さん、雪之助さん、そして私。車の方ですが、すべてスバル WRX STI VAB、左から私の F 型、雪之助さんの A 型、吉さんの S208 という並びです。まず雪之助さんからインタビューの内容をお伝えします。1つ目、これまで乗ってこられた愛車は。
こちらについては今ずらっと出ておりますけれども、この中で三菱ランサーエボリューション CD9A GSR 5速マニュアル、こちらを購入された経緯を伺いました。日産スカイライン32GTR を買うべくですね、貯金していた幸之助さん、三菱からすごい車が出ると友人から聞いたそうで、即ディーラーに電話を入れたら滋賀県内に4台しかないということで、予約金10万円を振り込んで黒の GSR を1台押さえて買ってしまいましたというお話を聞きました。こちらの初代ランエボは当時テレビ CM や広告などされなかった状況みたいですね。限定2500台が3日で完売したらしいです。2つ目、今の車を購入した理由はということですが、実は BMW320i M スポーツを購入するのにハンコを押す直前にですね、奥さんから待ったがかかったそうです。理由はですね、外国車はよく壊れるっていうイメージと部品代のコストが高いということだったみたいですね。まあ、稟議がね、ちょっと降りなかったということで、こうして幸之助さんは国産車で検討されることになりまして、ランサーエボリューションエボ10とですね、 WRX と迷われた結果、試乗して WRX にされたそうです。3つ目、この車の好きなところは、こちらはですね、ブレンボのキャリパーと純正の BBS ホイール、最後に WR ブルーというふうにね、お答えいただきました。4つ目、この車で行った思い出はということで、ちょうど今から3年か4年前に幸之助さんのフォロワーさんで当時高校生だった長野県の男性がですね、卒業記念を兼ねて幸之助さんの運転する VAB の助手席に乗ってサーキットを走りたいということで、埼玉県にある本庄サーキット、今はですねゴールデックス本庄モーターパークというふうに名称が変更されておりますが、そこにね、片道7時間かけて走りに行かれたことが思い出だそうです。5つ目、あなたにとって車とはということで、こちらは生活必需品、雨の日も風の日も雪の日も文句言わず頑張って、今では往復70キロの通勤に耐えてくれる、なくてはならない存在ですということでした。いかがだったでしょうか。人それぞれに人生があるように、車もその一部なんですよね。私個人的に感動したのは、特に最後の質問におきまして、幸之助さんの車に対する敬意とも取れる優しさですよね。とても良い方とお友達になることができました。続きまして、ヨシさんについてお話を同様の質問でお伺いしました。1つ目、これまで乗ってこられた愛車はということで、ヨシさんが当時免許取得されて家にあった車がですね、スズキのアルトだったそうです。しばらくそれに乗って自分で購入されたのがホンダのフィット、こちらを大切に 7,8 年乗られたそうです。そして次にスバルの BRZ に乗り、現在は2台所有で、通勤用にスズキのアルトワークス、もう1台はスバル WRX STI VAB 限定車である S208 になります。2つ目、今の車を購入した理由はということで、親戚のおじさんが WRX を乗っておられて、それに試乗されたみたいです。それでえらく感動し、自分もそれが欲しいと思ってたところですね、ちょうどその頃に限定車が出るよっていう、情報がね、入ったタイミングだったようです。3つ目、この車の好きなところは、しばらくじーっと考えている様子でしたので、私が全部
って言ったら反則ねってね、ちょっと意地悪したんですけれども、ヨシさんの回答はこうでした。まあ確かにね、全部って言いたいと、その中でもね、この特別という名の満足感、自分は特別な車を手に入れたんだという価値観ですね、その中でもハンドル操作のことを絶賛されていました。とにかく自分の狙い通りに車が反応し曲がってくれる、最近ですね、 STI パーツから発売されましたフレキシブルドロースティフナーリアを装着されてですね、さらにその特別感は増したのではないでしょうか。4つ目、この車で行った思い出は、サキさん、南雲レイさん共同主催の第1回コガンドライブイン滋賀と、答えていただきました。これはね、私も参加してまして、実はここでヨシさんと知り合うことができたきっかけのオフ会でした。5つ目、あなたにとって車とは、こちらはですね、なくてはならないもの、移動手段っていうふうにね、締めようとされていたので、いや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 と、それやったら限定車じゃなくても車やったら何でもええんちゃうのと、突っ込ませてもらったんですね。まあ実はね、ちゃんと続きはありまして、その車の中でもですね、やはり特別感を感じるもの、そう感じさせてくれる存在ということでしたね。ヨシさんはですね、とても優しくて穏やかな口調が特徴的な方で、ぜひ多くのご視聴者様にお見知りおきいただきたいと思っております。ということで、お二人のインタビュー内容は以上です。この後はですね、それぞれのお車を拝見したいと思います。この動画の最後から雪之助さんまたはヨシさんの動画を用意してありますので、順番にどちらもですね、ご視聴いただけますと幸いです。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォロー、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。